んこんにちは、石木まうです。私はもう20年も誘導瞑想をお教えしています。この番組では皆さんに感情をコントロールする誘導瞑想の仕方を教えしようと思います。皆さんはただこれを聞いて眠るだけ、それだけで十分です。では今日のテーマはこれです。今日の誘導瞑想のテーマは部屋を片付けるです。あなたの部屋はどうですか？散らかっていませんか？もしあなたの部屋がぐしゃぐしゃなら、あなたの脳の中の回路もぐしゃぐしゃかもしれません。というのは、部屋と脳の中はとてもよく似ているんです。あなたの部屋の中が散らかっていると、脳は毎日毎日それを何時間も認識しますから、だんだんと部屋のようにぐしゃぐしゃになります。部屋が整頓されていたら、あなたの頭の中も整頓されているでしょう。ですから、散らかった部屋にいるということは、脳の回路が整理整頓されておらず、それは整備が良くない車のようです。とすると、実際の能力をフルに使うことはできませんね。ですから、何かアイデアが必要だとか、決断しなくてはいけないとか、そういう時に脳がちゃんと働いてくれないんです。これは困りますね。あなたの脳は直接指で回路を整えるわけにはいきませんが、あなたの部屋はあなたが直接整えることができますね。ですから、部屋を整えることで頭の中のぐしゃぐしゃな回路をすっきりさせることができます。ということで、今日はこの部屋を片付ける誘導瞑想をしましょう。いつものように目を閉じて、6歳の自分をイメージしましょう。そして大人の自分が話しかけます。聞いていてくださいね。あなたの部屋とても散らかっているね。いつもあれはどこだあれはどこだって探し物をしているよね。本当にだらしがないよね。未来の自分はそれでとても困っているよ。いつも部屋が散らかっているから、無意識にイライラがたまって集中力がないんだよ。何かを決めるときも頭がごちゃごちゃしていて、どう決めていいかわからないんだよ。毎日毎日こんな散らかった部屋を見ているから、頭がごちゃごちゃしてしまうんだ。論理的な思考ができなくなって、だんだんと記憶も悪くなるよ。大損だね。部屋が散らかるとあなたの運を悪くするよ。こんな部屋に住んでいる自分を見ると、自分は大した価値のない人間だって思うのも当たり前だよね。この部屋はあなたを豊かにしないんだよ。本当は自分がもっと価値のある人になりたいんだよね。豊かになりたいし、誇らしくありたいよね。だったら価値のある人にふさわしい部屋にしなさい。頭が良くなりたいなら、頭の中を整頓するように部屋を整頓しなさい。豊かになりたいなら、部屋の中の無価値なものは捨てなさい。収入を上げたいなら、効率よく物が取り出せるように整頓しなさい。部屋の価値を上げたいなら、今すぐゴミを捨てて掃除しなさい。さあ片付けなさい。整頓しなさい。まっすぐに物を置きなさい。爪切りやハサミもきちんと場所を決めてそこに置きなさい。使ったら元に戻しなさい。いつもルールを守っていたら、あなたの頭も効率よく働くようになって収入も増えていくよ。未来の自分はそれを教えに来たんだよ。あなたが部屋を片付けて運気を上げたら人生が良くなるよ。だから部屋を片付けなさい。掃除しなさい。いらないものは捨てなさい。今すぐだよ。